タム航空402便離陸失敗事故とは、1996年10月31日にタム航空402便がサンパウロのコンゴニャス国際空港を飛び立った直後に逆噴射装置が誤作動したために住宅街に墜落し、乗員乗客95名全員と地上の4人が亡くなった航空事故である。民家に直撃した着陸装置タム航空便は、 ブラジルのサンパウロからリオデジャネイロを結ぶ国内線として運行されていた。402便はコンゴニャス空港の滑走路 17R から現地時間午前8時26分に離陸した。しかし離陸後間もなく第2エンジンのスラストリバーサーが動作して操縦困難となり機体が大きく右に傾いて墜落に至った。離陸から墜落までわずか25秒であった。 乗員乗客95名全員と地上の4名の合計99名が死亡した。調査の結果、エンジンの誤作動とパイロットがエンジン操作を誤ったことの2点が原因と判明した。フォッカー社は飛行中における逆噴射装置誤作動時の対応訓練をパイロットに受けさせていなかった。そのようなことが起こるのは飛行中で10億時間に1回と見積もられていた。 フォッカー100には飛行中にエンジンの逆噴射を確認すると自動的にそのエンジンをアイドルにする保安装置が搭載されており、この装置は事故当時にも作動していた。フォッカー100は片方のエンジンでの飛行が可能なため、誤動作したエンジンがアイドル状態でも飛行に問題はなかった。しかしパイロットはエンジンが逆噴射されていることを知らなかったため、 機体が傾き出した後に保安装置でエンジンがアイドル状態になるととりあえず状態を解放に向かわせようと保安装置に逆らい3度も最大出力としたため制御ケーブルに設計を超える力が加わりついに破断した機体はスラストリバーサーを作動させたままフルスロットルという最悪の状態で大きく右に傾き立て直せずに墜落した以上のように 逆噴射装置が引き金になり、パイロットエラーにより墜落したが、パイロットたちに責任はない。そもそもは逆噴射装置の誤作動を想定した訓練をパイロットたちに受けさせていなかったことが災いし、また、フォッカー車の見立てが甘すぎたことが事故を引き起こした、と事故調査では結論が出されている。今後ニャス国際空港ではその後もたびたび、 オーバーラン事故や周辺地への墜落事故が発生しており2007年2月にブラジルの裁判所はフォッカー100やボーイング 737NG など4機種にブレーキ性能上問題があるとして飛行禁止を命令していただがブラジル航空当局とタム航空は多くの利用者に影響を与えるとして異議を申し立て上級裁判所において 経済効果を理由に逆転判決が出され、この命令は取り消された。ABCDE、サンパウロ市政450年イコール目前に、タムキ墜落イコール日の海の中、脱出しのちびろい。日経新聞。 h t t p w w w n i k k e y s h i m b u n j p 2 0 0 4 0 4 0 1 2 1 2 2 b r s i l h t m l 2 0 1 6年4月15日閲覧。ありがとうございます。